はい、どうもこんにちは。今日ですね、ちょっと久々ニコンのカメラで撮っております。ちょっとアップしすぎるので、はい、ということで、今回ですね、これでちょっとペア紹介をしてみようかな、このカメラで。先に入っていきたいと思います。はい、こんな感じですね。あっちが窓が開いてるんで、はい、ここパソコンね、いつも僕が編集したりとか、動画のサムネとか書いたりとか、まあ主によく座っている場所ですね。で、こちら、おとといの修学旅行で買ってきたね、ミッキーの被り物と、中学2年の時に行ったユニバの被り物とかバッグとかね、いろいろありますね。はい、で、これテレビね。で、このね、リメイクシートを使って、ここのテレビの枠を、ちょっと変えてみました。で、まあ、ここに障子があったりとか。で、ここの障子はですね、幼少期の時に、全部破いてしまって、多分約6年間ぐらい、すっからかん状態で、外の網戸を閉めたり開けたりの生活だったんですけども、ばあちゃんにね、このレースをもらってですね、今押しピンで止めてるんですけども、レースをもらってまだマシになりましたね。で、こちらが、三洋のエアコンですね。メーカーはこんな感じとなっております。ちょっとぼやけてで、ここが、ベッドですね。ここがベッド、僕が主に睡眠をとる場所でございます。で、ここがね、棚ですね。これもリメイクシートとかで買いましたね、スピーカーのやつとかで。ここに電気とかあったり、目覚まし時計とか、で、下にね、なんか iPhone ケースの箱とか、延長ケーブルで、リモコンとかね、なんかいろいろあります。まあ、こんな感じですよ、僕の部屋は。で、ここはね、僕が自分で作った、棚ですね。はい、まあ、今ね、インスタグラムに僕、まあ、インスタグラムやってるんですけども、まあ、YouTube 専用じゃなくて、まあ、個人的にやってる、ね、やつなんですけども、まあ、そこにね、棚を100均でリフォームするという企画を自分で勝手にやってましたね。動画には載っけてないんですけども、まあ、裏でやってたっていう感じですね。まあ、電気はこんな感じですね。で、時計とかあったり。で、ここね、もともと、まあ、見た感じわかると思うんですけど、和室なんですよね、ここもともと。ほら、和室の壁をレンガにしたら、洋風になるかなっていう感じで、まあ、なってますね。まあ、天井とかこういう違うもザ和室ですよね、ここね。で、まあ、ここはね、いずれ100均だけで洋風の部屋にしようかなっていう形でございますね。まあ、まだまだね、予算がたくさんいると思うので、またまたお金を貯めて、この部屋を改造していこうかなと思います。でね、一番の難関はね、まあ、ちょっとここで雑談されるんですけども、これね、砂壁みたいなのやつなんですよね。セメントみたいな感じのジャリジャリするやつで落ちてくるんですよ、ポコポコって。そしてね、これリメイクシートとか貼るときに結構剥がれてくるんですよ、やっぱり。隙間がいっぱいあるから、こういうシールってやっぱりこういうツルツルのところに貼ったらくっつくんですけども、こういうね、セメントとかにこれ貼ると剥がれてきちゃう。だから僕はあえてこういうツルツルのところにね、こう付け足して、で、あとは刺してギャーってやって無理やり貼っつけたりしてるんで、まあ遠くから見てもあんま分かんないよね、この感じで。で、まあこんな感じになっております。はい、はい、ということでね、今回は、僕の部屋紹介第1弾、今日の撮影日10月9日日曜日10時25分17秒はい、今回は部屋を紹介してみたっていうところでした。バイチャー。